はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちら、11周年国勢調査ということで、まあ今回こちらが来たんでね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。毎年変わったものがね、たくさん調査されるっていうことで、今回はどういったものが調査されるのか、その辺楽しみに見ていきたいと思いますんで、ぜひとも高評価の方お願いします。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。はい、こちら11周年国勢調査、アストルティアの冒険者がどんな冒険をしているのか、そして今世界ではどんなことが起こっているのか、その一端をデータで解き明かす国勢調査を発表します。毎年生誕祭に合わせて実施している国勢調査も今年で11回目、文章量の多い記事ですので、お時間のある時に読み進めていただければと思います。見ていきましょう。目次としてはこんな感じ。キャラクターの章、モンスターバトルの章、生活コンテンツの章、目覚めし冒険者広場の章、強戦士の章、さらに上を目指す者たちの章ということで、もうよくわからん。見ていこう。はい、それではまずはキャラクターの章ということで見ていきましょう。まあ、これはもうわかりやすいんじゃないでしょうか。まあ、キャラクター分布ね、見ていくんですけども。まず左側がこれ去年というわけですね。2022年の8月。で、こっち右側が今年ということで、まあ、毎年思うことが、女性比率どんどん上がってるんですよね。まあ、というのも毎年、そうですね、1% とか 2% ぐらい男性が減って女性が増えてるということ。で、これで、え?男性 41%? おい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 、おい、20代女どこだみたいな感じで思う方いると思うんですけども、はい、残念でした。これはあくまでも女性キャラクターの比率なんで、つまり中身女性の人が増えているわけではございませんということですね。なので出会い中の、はい、そこのお前、残念でした。で、続いてがキャラクター種族分布っていうことで見ていくんですけども、まずドアコどこだろう?あ、ドアコ増えてますね。これ毎年増えるんですよね、ドアコって。確かバージョン1の初めての国勢調査の時は、確かドアコって1%だかそれぐらいだったんですよね。そもそもドワーフ自体が 2% ぐらいなもんで、もうマジで絶滅危惧種みたいな感じだったんですが、今ではドワーフ女というのは 6%。まあドワオに関してはなんか毎年のように減っているんですけども、もしかしたらドワオがドワコに性別変更している可能性だってありますね。なんならドワコって今エルフ男より全然多いですからね。ね、人間子供より多いし。てかなんだったらこれよく見てみるとさ、これやばくない?だってウェディ 7.3% でしょ?だってその 1.3% 少ないとはいえ、ドワーフ女ってそれぐらい多いわけですよ。え、だってこれオーガ女だって 6.4% ですからね。なんかそう考えると、めっちゃ増えましたね、ドワコって。確かに今ってそこら辺もどこ探してもドワコは目に入るぐらいのいますから、まあ本当に最初に比べるとえげつなく多くなったと思う。いやー 2% とかね、 1% の時代が本当に懐かしいですね。もうドワコがいるだけで珍しかったっすもん。まあ、ところが今ではね、そうじゃない。もうどんどんね、毎年ドワコのパーセンテージというのは増えていくわけなんで、そのうちドワコが18%、その他の種族が 7%、6% みたいな、まあそんな感じになるかもしれない。ちなみにウェディは 0.3% 下がってますね。で、仮想で人気がある種族っていうことで見ていくんですけども、まずエルコがすごい人気あるらしい。で、ドワコどこ?あ、ドワコ 5.5%、そんなにですね。まああとはなんといってもやっぱプクリポ。まあ、この辺はやっぱわかる。あとは意外なのがこれウェディですね。これ何?これなんで 13% もあんの?あとはウェディ女とかね、これも 8.6% ある。ドワコが少ないんすね、意外とね。ドワオが 1.9% っていう、ちょっとごめんなさいっていう比率になってるけど、まあ、どんまいです。で、次、職業分布ですね。これに関してはガーディアンが追加されたことで、もうパーセンテージなんかごちゃごちゃになってるんで、正直比べるまでもないというか、まあこんな感じらしいです。まああんま興味ないっすね。まあ一応見ていくと、まず今回の期間は、初のマスタークラスガーディアンの登場が、職業分布に大きな影響を与えています。まあその他なんか、もろもろ書いてあるけども、まあまあまあ、別にって感じっすね。相変わらず人気なのがバトルマスターってぐらいなと、まあその他には基本的に環境は変わっていないので、まあそんなになんだ変わってないですね、去年と。でガーディアンのレベル帯割合ということであるんですが、まあ、これに関しては130レベルの人が 26.8%、 4分の1ぐらいの人はもう全部カンストしてるっぽいですね。ちなみに自分は125から129のところなんで 28% 一番多いところですね。でガーディアンが装備している武器種の割合ということで、まあ、やっぱ片手剣が一番人気らしい。
で、次いで両手剣で、意外に槍も 12% いるということで、セーラス系の武器が人気ですね。でも自分ちょっと未だに妖精の剣とか使ってるんで、さすがにセーラスに変えた方がいいってことなのかな。で、バトル関連項目、職業分布と合わせてご覧いただきたい装備武器の分布です。左手に装備できる武器もカウントされています。二刀流可能な武器種はやや割合が高くなる傾向にあります。そんなこんなで見ていくとですね、人気なのが両手剣で、あとは片手剣、見てもピンとこんな、この辺はもういいでしょこの辺で。で、武器装備数ランキング、まあこんな感じでセーラスが強いんですが、魔法戦士とかに関しては片手剣がこの妖精の剣1個前のやつだったりとか、レンジャーに関しては 5% でチャージ短縮を引けるゴッドクローの方がまあいい感じにこうみんな装備していたりとか、この辺を見るとまあ最強の装備っていうのもかなり分かりやすいんじゃないかなと思いますね。これ意外だったのがガーディアンって妖精の剣が最強じゃなかったんですね。単純に属性ダメージ連発するから妖精の剣の方がいいと思ってた。まあこんな感じに、まあ人気の武器種を見ていけば、おのずとその職業で何の武器種、何の武器を持つのか、それがね、ちょっと明確になってくるんじゃないでしょうか。で、続いて、デイリーモンスター討伐数ランキング、ホージドロップモンスター限定ということで見ていくんですが、スライムナイト強、はい。これ61万体。デイリーですからね。1日ですからね。それで60万体も狩られまくって、ぶっ殺されまくってるスライムナイト。かわいそう。生態系マジで狂うぞ、これ。で、2番目がモーモン教。まあ、これはなんだ？マイン細胞かなんかかな。それでまあ、約60万体も狩られ続けてるモーモン教。まあ、どんまい。で、サソリバチが33万。メタルスライムが32万。ゴーレム強が、あ、これ意外ですね。これ26万6千体なんですね。これね、最近ね、レベル上げとかで結構、毎日のように狩られまくってますから、この辺が多いのかなと思いきや、やはり全体的に見ると、ゴーレムって、まあ5位ぐらいになると。あ、書いてありますね。また、レベル上げのトレンドとして、ゴーレム強、エンペラーレグホンも話題になっています。ちなみに、エンペラーレグホンが25万体ですね。これらのモンスターは効率的に経験値を得ることができるため、経験値だけが欲しい人は、これのモンスターで戦う人は多いようです。その他にはこれまで国勢調査のランキングでもよく見たモンスターたちが並んでいますが、珍しいモンスターとしてはガニメデス、疾風天狗がランキング入りしてます。これは調査日の週の日曜日に更新された天使の究極フィットネスのお題の影響。あ、なるほどね。まああとはスライムナイトとかモーモンっていうのは数多く出てくるんで、まあスライムナイトなんかは1回の戦闘あたり3から4体だっけ、それぐらいボーンと湧くんで、まあなのでゴーレムとかって1体湧きなんで、まあ獲物呼びとかするんであれかもしんないけど、まああとはエンペラーレグホンとかも、まあそうなると事実上のランキングっていうのはなんか戦闘回数で見たら変わりそうな感じはしますね。はい、続いてがね、バリーブートキャンプの最高スコア。ピンとこないね。見てもピンとこない。すごいのかそれは。それはすごいのか ?43 万点ってどうなんだい？覚えてないよ。まあなんか踊り子がすごいですね。これ97万っていう。まあどうやってんのかは知らないけども。まあよくわからん本当に。で、生活系コンテンツの章。冒険から少し離れた生活系コンテンツのご紹介です。おなじみ職人分布です。はい、見ていきましょう。全く変わってないな。いやちょっと変わった。料理が0.3% 下がってる。壺が 0.1% 上がって、まあ、ビビたるもんですね。まあ、基本変わらないっすね。で、レベル75の職人割合。まあ、これに関しては、ピンとこないね。まあ、カンストしてる人はこのパーセンテージっぽいよ。バージョン 6.2 で、職人のレベル上限が70から75になりましたが、そこから約1年の経過です。レベル上限の割合的には、料理 19.2% がトップ。料理はたくさん料理を作って販売している方が多いと思われるため、気づくとレベル上限に達していることがあるかもしれません。また、防具家事 18.8% も割合は高め。防具家事は職人分布の割合が低めながら、精鋭が多く集まっているようです。で、職人別の制作ランキング、あ、これ割とありがたいですね。これ全部ライン工なんで、1位って。ライン工っていうのは要はね、まあ、簡単にお金稼げて難易度も低め。まあ、要は、ある程度納金で稼げる商材なんで。まあ、見ていくとですね、武器家事がまず天魔の体験。まあ、これも代表的なライン工ですね。で、あとは、玄武の道義下。これもライン工なんだね。で、あとは、こちらが虹色のオーブ。で、あとは、革の手袋。で、次、木工が氷の釣り竿。料理がバトルステーキ。で、次いで2位の武器家事が吹雪の斧にグレートアックス。
全然バザー並んでないけどな。だったら防具が黒金の鎧とか、まあ、この辺ですね。だったら道具鍛冶が超妖精の、あ、意外ですね。で、あとおもちゃの池。これなんでおもちゃの池かっていうと、これレベル上げに使うんですよ。もうこれ大量に作りまくって、で、レベルを上げるみたいな、そんな感じで大量に作ってるんですね。だったら、まあ、こんな感じですよ、残りは。だったら職人別の錬金回数ランキング、まあ、ランプ職人、壺職人ですね。第1位、MP 吸収率 1%。壺職人攻撃力プラス 2%。 まあこれも結晶金作で一番つけやすいというか、費用対効果がいいものという感じでしょうか。まあ MP 吸収率が一番いい感じですね。で、職人別の大成功率、まあこんな感じらしいぞ。上級者から熟練者の職人同行です。上級者と熟練者が分かれてるんですね、これね。なんなら上級者からって言ってるから、真ん中にもうちょいあるのかもしれん、運営が見ているその段階的なね。で、武器鍛冶がセーラスブレードが、これがね、星さんが 56%。高え！で、あとは、防具に関しては 62.3% が星さん。で、超妖精の火種が 74.2%。もう、神の域だな、これな。俺らには到底無理な話だ。で、次、レプリカされた家具とか庭具の数。まあ、こんな感じっぽいんだけど、まあ、なんかピンとこないね。で、コンテンツガイドでよく使用される飛び先。ああ、これいいですね。第1位、トラシカ。はいはいはい、トラシカね。イベントありましたからね。で、次はフィッシングコンテスト。これ、イベントで固まるのずるくない？で、第3位がアストルティア防衛軍。あ、これは使うね。で、あとはピラミッド。ああ、これもいいよね。で、天使のフィットネス。ごめん、一回もやったことない、そういえば。で、あとは不思議の的に釣り。で、ミステリークエスト、まあ、もろもろありますね。もうやっぱこうしてみると、聖守護者の当選機って、あんまり人気ないのか、やっぱり、そのまま行くんすかね、ルーラストーンで。自分もルーラストーンで直接行っちゃうんで、そんなにコンテンツガイドから飛ぶ人はいないのかな。だとはよく使うセリフに登録数が多いスタンプ、ちゅうことで、あ、これ見るわ。これ見るね。ありがとうスタンプ。これよくやる人いる。で、おめでとう。これあんま見ないけどな。これ意外といるんですね。あ、これね。よろしくお願いします。これメレアで可愛いよな。で、お疲れ様でした。あ、わかる。いいね。あ、いるわ。わーい、いる。え、あ、ちなみにあれは当たったでは当たったで。え、このスタンプ。これないの？今回、前回確か1位だったけどね。あとはよく使うセリフに登録が多い大事なもの。1位、強戦士の章、竜笛。あー、これあったね、そういえば。使ってなかったけど。まあ、この辺入れてたらめちゃめちゃ便利そうだな。あと、お宝の写真ケース、エピソード依頼帳に、おしゃべりしゃべる。あ、これ便利ですね。基本的に自分やらないからな。この辺はいまいちピンとこないけど。なるほどね。だったらよく使うセリフに登録が多い、その他。はい、コンテンツガイド。あー、なるほどね。これ確かにいいわ。これみんな真似しようね。だったらアビスジュエルとか、これ普通にルーラストーンから選べばよくね？メガルーラストーンも。そんな手間変わんないやろ。だったらユーライザーにセットされている髪型の割合。はい、これ。まあ、ちょっとネタバレあるんでね。まあ、多分伏せられてるんでしょうけど、これも 50%。長いね。だからストレートロング。22.1%。オリジナル 9.7%。これポニーテール意外と少ないですね。なんかあんまりストレートロングって俺好きじゃないんだけど、なんでこんな多いのかなって思うと、多分一番最初にストレートロングが解放されるんで、なんとなくストーリーの道中で、あ、変わるんだってそのまま変えてる人が多いからじゃないですかね。だからストレートロングを別に好き好んでこれにしてる人ってあんまいないと思うんすよ。運営曰く、バージョン 6.1 で追加されたストレートロングも根強い人気のようですって言うけど、これ解放の順番だってあるわけだから、まあだから実際一番2番目に人気があるのはポニーテールだと思う。じゃあ一度に全部解放されましたってなったら、多分俺が思うのが、まずこの XXX。これがまず 50%。これは間違いない。次に来るのがポニーテールだと思う。その次がオリジナル。ストレートロングは多分下から2番目か一番下だと思うんで。いや、どうかな？下から3番目ぐらいかな？ちょ、言い過ぎたか？それは。まあだから多分、ストレートロングはそんなに人気がない。みんな初めての解放で、それが解放されるから、とりあえずそれにしてる人、それは絶対いると思う。はい、そういうわけで熱く語りましたけども。はい、続いてですね、目覚めし冒険者の広場のショー。プレイヤーイベント総開催数ということで、まあ要はプレイベですよ。まあこんな感じで。いや、
やっぱ結構みんな開催してるんですね。8月なんかはね、夏休み期間なんで、やっぱ多い傾向にありますね。あとは冒険日誌の投稿数ということで、夏休みっちゅうことで、で、1月も冬休みなんで、まあ、やっぱ何々休みとかで結構集まりますね、投稿が。まあ、でも春休みがあんまないんだな。続いて、オープンハウス告知数。まあ、これに関して、ではなんか7月が多いですね。で、次、強戦士の章、魔法の迷宮のボスモンスター、これですが、ボスコインや運命のカードで対戦することができるモンスターのうち、最近登場したモンスターの勝率と挑戦した冒険者の職業別順位を調査しました。まあ、勝率どんなもんかって話ですね。エビルプリスト 97.6%、 究極エビルプリスト 66.7%、 意外と低いですね。なんならエビルプリストってこんなに、なんかエビルプリストの方が狩りにくいイメージありますけどね。なんかいろいろ召喚されて。究極エビルプリストに関してはどうなんだろう。そんなに変わった時してきたかな。もうよくわからんけど、割と負けてる人いるな。で、エビルプリストと究極エビルプリストに関しては大人気の職業がこんな感じ。天地雷鳴士が1位なの。これ僧侶じゃなくて。え、僧侶入れずに天地雷鳴士の方が多いってこと？これ意外ですね。僧侶3位ですよ。なんで？なんなら魔剣士2人とか入れるけどね。魔剣士の方が順位高そうなイメージあるけど。なに？そんなに天地雷鳴士？え、だってさ、あ、そういうこと？賢者も回復役として起用されるから、これが半々、僧侶と賢者半々になって、基本的に毎回天地雷鳴士が入ってくるから、天地雷鳴士の方が多くなっちゃったみたいな、そんな感じかな。まあ、究極エビルプリストに関してはもう僧侶が最強なんで、まあ、こんな感じに第一位僧侶。あ、書いてありますね。参加職業がエビルプリスト、究極エビルプリストともに強力な呪文を扱うため、マジックバリアやカカロン召喚、スティックスキルのザオリクなどでサポートしやすい天地雷鳴士が採用多いようです。書いてあります。ちなみに実装時期のなんかいろいろコインボスがあって、伝説の三悪魔、あ、これがですねバージョン 3.2 で追加されて勝率なんと 50%。まあ、この辺はコインボス全盛期でしたね。エンドコンテンツがコインボスみたいなところありましたから、まあ、なので、まあ、この辺はやっぱり勝率低め。暗黒の魔人強とか、これも意外と強いんだな。あとアンドレアルとかね、この辺もまあまあ強かったんでしょう。まあ、その他ドンモグーラとかもね、割とこれ高いですね、勝率。エスキラーマシンがね、思ったよりも高かった。あれ違くね、これ。多分実装当時の勝率じゃなくて、現時点の勝率か。え、だから、伝説の三悪魔って、え、何そんなに強いっすか？こんなんブーメラン投げまくってりゃ一瞬で終わるような、そんな感じあるけど、まあ、ちょっとこの辺動画撮ろう。続いて、深淵のトガ人たちボスモンスター、これフラウソンとかその辺ですね。4人バトルでの勝率。はい、これ、難しいですよ。おお、結構、勝率低いっすね。レベル1とレベル2であるんで、見ていくと、ルベランギスがレベル1が 36.2、で、レベル2になると 4.3%、アウルモットに関しては 23.2% に、レベル2になると 12%、意外と高いっすね、アウルモット。で、最近人気の強化のフラウソン。レベル1でもね、やっぱ強いっすよね。15.7%。レベル2だと 1.8% ですから、まあ、つまり50人に1人ぐらいしか安定して倒せてないというわけですよ。まあ、勝率なんてどういう感じなんですかね。計算方法がわかんないけど、まあ、大体50回やって1回勝てるぐらいの感じっすよ。で、8人同盟バトル。これがルベランギスがほぼ負けなし、アウルモットに関しては、まあ、さっきの上の表とは違って、8人の方が逆に狩りにくいみたいなモンスターですね。で、フラウソンに関しては 87.5%。まあまあ割と安定してきたかなって感じですね。で、断罪の指輪につけられた追加効果トレンドが、まずこちら、パラメーター追加効果に関しては第1、攻撃魔力。はい。続いて、種族特攻系は、獣系がなんか1位ですね。なんならエレメント系が第4位。今ね、フラウソン流行ってますから、まあ、この辺どうなのかなと思ったけど、まあ、意外とまだやってない人多い。で、第1位が光の攻撃ダメージ。あ、ここはそうなんですね。まあやっぱね、この断罪の指輪って攻撃的にがっつりこう強化したいんで、まあそういうことで攻撃力が第1位になるの当然ですし、攻撃魔力、まあこの辺もいいんだけど、正直魔法使いに関しては魔導将軍の方がいいと思うんだけど、まあただこの攻撃魔力が何に使われてるのか、魔法使いと思いきや実は魔法戦士かもしれないし、バトルマスターかもしれないし、まあ、その辺は分かんないですね。はい、続いてこちら、パニガルムのボスモンスター勝率。もう負けなしやん。俺負けたことないで、ちなみに1回も。これ逆に負ける方がむずいぞマジで。 99.7% に 99.8% に 99.5% えげつなさすぎるだろう。
逆に負けた時のね、演出とか見てみたいわ。パニガルム、エルギオスがマダンテを反射された回数。何この汚点。エルギオスマジ涙目でしょ、これ。はい、その回数もね、32,204 回ということで、もう、これ多いのか少ねえのかわかんねえよ。で、次、はい、こちら、聖守護者のボスモンスターの勝率、ということで、これがレベル4ですかね。レギルラッツォ、はい、これ 1.2%。うわ。で、次、スコルペード 2.6%、ジェルザーク 4.2%、ガルドドン 1.4%。まあ、やっぱ借りやすいのがね、ジェルザークですから、この辺はいいとしても、やっぱスコルパイドとかレギュラッツォにガルドドン、これらはやっぱ未だに難しいっすよね。なんならこれ強化のフラウソンより全然低いですからね。こっちの方が自慢できるわ。はい、続いてアストルティア防衛軍の勝率っていうことで見ていくんですが、わー、最近はね、もう普通の防衛の方がないですね。てかマジでこれ異性からの侵略軍の防衛率 0.1%、 勝利が 98.0 って、いやもう 98% 討伐できてしまうんですね。こうしてみるとやっぱ一番効率いいのが異性からの侵略軍ってのが分かりますね。だって毎回倒せるんだもん。で、多分最後かな。最後はさらに上を目指す者たちの章ということで、ここからは猛者揃いのアストルティアにおいて最強を目指す冒険者たちの軌跡を残します。今回は事前にお知らせの上、パラメーターナンバーワンとかで、あとはまあその辺のタイムアタック、それを見ていきましょう。はい、最強パラメーター調査見ていきます。はい、まずこんな感じ。 HP がパラディンで1205、はい、これ前回より86ポイントも上昇ということなんで、まあ要は前回よりも86も HP 増えたんですね。そう考えるとやばくないですか。約100ですよ。なんかすごいですね。1年でこんなに上がるもんですね。1205か。っていうか多すぎない？多すぎない？これこんなにいんの？こんなに何 ?1205 の人いんの？なんか、その昔、バージョン2、バージョン3の時って、国勢調査に乗るのって、1人とか2人とかじゃなかった。多くて3人みたいな。今、こんないるんすか？はい、続いて MP1079。はい、これが4人ですね。はい、こんな感じで。てか、今って名前公開されるんですね。攻撃力1239。これやばいな、マジで。いや、すげえいるじゃん、これ。すげえいるじゃん。なんか、こんなにいたら乗っても嬉しくないよな。前までだったらね、なんか、3人のうちの1人になれたとか、2人のうちの1人とか、なんなら唯一自分だけとかになってたけど、こんだけいたらなんか、仮に乗ったとしても、あ、お前いたんだみたいな感じになりそう。はい、次、守備力。これはさすがに人気ないんでね、2人ですね。はい、こんな感じに2人だけ。続いて攻撃魔力が、はい、いっぱいいますね。いっぱいいるわ。1606ですね。回復魔力1403が、まあ、こんだけいて、素早さ1074。もう4桁当たり前っすね。はい、こんな、もう6人ぐらいいる。もう何人かもう数える。あ、それもない。もう興味ない。器用さ、1077。はい、こんだけいまーす。はーい、皆さんおめでとうございます。もう一律でね、もう一人二人とかだったらね、例えばこう、ちびすけさんおめでとうございますとかなってたけど、もうこんだけいるんだったら、はい、まとめて皆さんおめでとうございます。以下省略みたいな。小学生の時に、賞状とかもらうじゃないですか。で、以下同文って言われた時のあの気持ちみたいな感じ。最初の一人こそ、まあ、何々をやって、どうにかこうのかで、それを称するみたいな感じでこう渡されるけど、二人目以降は以下同文、以下同文、以下同文ってすごい。はい、まあ、そんな感じっす。あ、以下同文。はい、おしゃれ。はい、おしゃれ。あ、以下同文。はい、続いて、重さ。重さ738。あ、以下同文。で、続いて、まあ、早見表ですね。こんな感じで、はい、以下同文。続いて、タイムアタック。ダークキングレベル5、タイムアタックなんですが、タイムが、サポートですね。これ、サポートで、これすごいわ。これ4分ぐらいですね。なんなら4分もかかってない。3分と半分ぐらい。まあ、3分半ですね。これだって、サポートで今、こんだけ早く倒せるんですね。え、戦士、僧侶、魔物使い、海賊？え、これで今こんだけ早く倒せんの？すごくね？で、次が2秒差でね、こんな感じですけど。まあ、なんかテンプレパーティー、なんかみんな行き着く先は戦士と海賊みたいな感じなんかな。まあ、戦士は鉄板としても、まあ、バトマスか魔物使いで派閥が分かれてますみたいな。すげえ。はい、続いて。ガルドドンレベル4タイムアタック。え、なにこれサポート？さすがに違うよね。あ、これさすがにサポートじゃないっぽい。タイム517秒。まあ、9分ぐらいっすね。はいはい。パラディン、海賊、海賊、海賊。なにこれ？なにこれ？こんな構成あんの今。海賊3人とかいう構成。なに全部そうなんだけど。なにこれ？
え、もうこういうのが鉄板になってんの今。3人でね、1人1台大砲管理みたいな感じかな。いや、だとしてもえぐいな。ガチ勢のやることわからんわ。まあそんなこんな、ああ終わってしまった、そんなこんなで、まあすごいですね。はいはい、やろうと思わないけどね。はい、でまとめ、今回の国勢調査はいかがでしたでしょうか。これらのデータは提案広場にお寄せいただいた提案や冒険日誌の投稿など合わせ、皆さんのプレイや思いが数字に表れているものと位置づけ、開発運営に役立てています。これからも折を見て発表できればと思いますので、今後もお楽しみに、ということで、はい、ありがとうございました、安西さん。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は11回目の国勢調査ということで見てみたんですけども、まあやはりね、ドワコが増え続けている、ドワコの人口爆発が起こっていますんで、まあその他にもまあいろいろあったけども、まあ、やっぱ国勢調査やばいなっていうか、まあパラメーターの方に関しては最近もうなんだろう、もう敷居が下がってんだね、だいぶね。バージョン2とかだったらさ、アクセサリーとかそもそも完成させるのが大変とか、まあそんな感じで、まあ、結構難しかったけど、今だとまあ多分装備さえ揃えてしまえばもう誰でも到達できるような感じになっちゃいましたね。理論値と呼ばれる装備買って、でそれで揃えればとりあえず国勢調査乗れるみたいな感じになっちゃったんで、まあもうちょっとね、なんかこう難しい要素入れてもいいのかなって感じはするし、最近やっぱアクセサリーがあまりにも簡単になっちゃったっていうので、まあこれはもうしょうがない結果でもありますね。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。